年前節電の協力を訴えかけていたコメンテーターはドイドイ緊急事態なのにテレビを消せのは言わなかったのだ。でもテレビ局逃げ知れずに何でないよ法律違反じゃないかな。法治国家だか民主主義だからなかなか法的整備できない不要不急の内質を切る奴らを今だすに見られない法治大国家にすれば解決しそうだがもちろんやめつらの意識なんてなんないわ。まっすぐ買い占める奴いるしさっさと本当のことを言ってくれないかな。経済は止められません。感染は止められません。国はどうなんだ不安定な偉い人は誰を犠牲にするのか。私は楽しみになってる。また同じ